皆さん、なんと車が戻ってきました。いや、ええねん別に車戻ってきたんはもう一応ご報告ですわ。仕方なく故障したとかやったらまだわかるけどさ、バーンやって故障してフロントガラス割ってやピッカピカなっとるやないか。なんであと1ヶ月半で新しい車が来るのに、ビッカビカのフロントガラスで、これ。どういたしまして。どういたしまして、ちゃう。すいませんでしたや。おかしいやろ。すいませんでしたもあるけど、私がフロントガラス割ったおかげで、こうやって綺麗なガラスで。ちょ、ほんまに、ちょ、されるで。感謝です。されるで、ほんま。誰な、誰にって、俺しかおらんやろ。ちゃんと弁償しますので、まだ払ってないですが。払えよ。払います。な。何も言ったんですか。正確に言うと、まだ金払ってないね。あ、請求書くれ言うてんねんけど、あ、また行きますっつって、あ、いつでもいいんだよ、全然急がないんでって言われて、払わんでええんちゃうかな、ほんとに。そうやったらいいけどね。いや、ええことあるか、払わなあかんやろ。はい、始まりました、カミューチャンネルのハルピョと。お疲れ様です。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。今日は、はい、あるテーマに沿って喋っていきたいなと思って、うん、何ですか。健康について。いらんわ、動画終われもすぐ動画閉めろもう。でもリアルに結婚を考える年になってきたわけですよ。まだやろ。いや、まあまあね、あの結婚考える時期なんかもう人それぞれでも自由ですから、まあ、それはね、うん、私の中でですよ、うん、私はです、うん、私はね、あなたは結婚考える年になってきたと思って、あとみんな彼氏おる、うん、結構焦ってくるというか、うん、私は彼氏ができたことない、彼氏ができたことないってことに焦ってくるんですよ。あ、確かにね、元彼がいないんですよ、私は。元彼がいないというか、それ必要ないけどね、そんな。いや、元彼欲しいですよ。元彼欲しいってないね、まず彼氏欲しいよ、やとしやね。元彼がって言いたいんですよ。なんやねん、元彼が。誰がちくしょかったわって言いたいんですよ。やとしたら、その離婚するために結婚するみたいな感じの考え方やったら。でも、お子さんとは多分離婚しないと思うんで。じゃ結婚せえへんから、それ離婚はせえへんやろ。安心はしてほしいです。いや、だから安心できるよ、離婚はせえへん。だから、なんなら結婚せえへんねんから安心できるよ、それは。離婚なんかするわけあれへんやろ。お子さんの前に一人挟むかなとか。なんやねん、一人挟む。それによって元彼を。もういらんわ。いらん、いらん、いらん、いらん。それ多分結婚できへんわ。結構長いんですよ、彼氏とも、うん、なので彼氏もすごいいい子で、年下なんでいい子とか言ってます、うん、まあ結婚するやろなって感じで。でも友達はまだしたくないんで、うん、長ければ長いほど結婚せえへんで。いや、そんなん やめてください。いや、全然そんなん、そこ結婚してほしいと思って、うん、でそうやってなんか結婚するためやからなとかって言われれば言われるほど男は逃げていくで。逃げるような感じの男の子ではないんです。いや、そんなことない、そんなことない。いや、全然そんなことないよ、逃げるよ、みんなみんな結婚なんかしたくないもん、男は。それはお子さんのあれ、違う違う違う、みんな思ってんねん、みんな仕方なく結婚してんねん、世の中の男っていうのは。いや、ほんまにそうやで、しゃあないな、社会的なこと考えたらもうそろそろなっこで結婚しとかななって。結婚してへんっていうことで社会的にやっぱり未だにね信用されへんみたいなことありますから、男は。私マニアカフェも、それはもう言うてあげんとこ、それは。そんなやつ、私の友達もそんな言うてあげんといてください。いや、知らんもん、あんたの友達は。知らん人のことは、大事な友達の彼氏のこと、そんな風に言われてる。いや、知らん人のことはもうもうバカ言えるもん。知ってたら言われへんけど、知らんから言えんねん、逆やろ。当たり前、そんなもんネットのそんなアンチコメントでも知らんから俺のこと言えるんや。一緒や、散々言われて俺らも。だから結婚そういう感じ考えてるやんと思って、うん、私24歳でパスポート取って10年にしたわと思って。いいやん、別に34歳までこの今の名字のままのパスポートやと思って。34歳って普段45歳ですよ。いや、だから俺基準で考えんでええし、あとパスポート基準で考えんでいいやろ。待てます？待てますとかじゃない、いらんねん、結婚せえへんよって。分かんないですよね、でも正直。じゃあ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 、あのな、分からへん、そうやって言えば言うほど結婚で遠のくんですよ。でも聞いてる話、話聞いてる、そんな話聞かれへんやつと結婚なんかできるわけないやろ。そもそも付き合いもしたくないし、そんなやつと。相方やねん君は。聞け、話を聞け、話を聞かないやつとは俺は結婚はできへんし、相方としてやってるだけやな。でも俺は普通の子、結婚するとしたら普通の子がええねん。でももうそんなな、 YouTube なんかやってる頭おかしい女となんか結婚したらいいねん。そもそも YouTube やってるやつだから頭いかれてんねんから、そんなもん。周りに目さらされて、そんなもん、何言ってんねん。家入る時には深く帽子かぶってグラサンかけてマスクしてって、真夏でも関係あれんな、暑いのよ。そう、自分や。でそうだから、そんなのせんねえねん。普通にも子供の送り迎えなんかするなら大変やで、そんなもん。何を YouTuber になりたいみたいな女と結婚さなあかんねん。 YouTuber になりたいの、現に YouTuber
でね、ご飯食べてるわけやから。一緒 YouTube でやってるようなね。職業否定しないで。じゃあ職業否定してるんじゃない。俺が結婚する相手は俺が結婚するならばの話をしてるだけであって、別に YouTuber は否定してへんよ。自分自身もやってるんやから。でそんな俺が結婚せえへんっていう選択肢を取るのはなぜかって、こんなやつと結婚しても何も幸せになれへんやろって話やん。な、だからそれをあなたは同じように YouTuber という姿勢で働いているのであれば、もうそれはもう諦めなさい。理解ですか？無理です。え、でも無理やねん。だ、結婚するならしたらええ。別にそれは俺じゃないし、俺は結婚しませんね。断言しておきます。うるさい。もうこんな話したない。しょうもない。え、でも皆さんね、仕事に生きろ。喋るんですけど、結婚の話したりするんですよ。せえへん。どうやって結婚してくれますかみたいな聞いたら、普通になったら結婚してもいいよみたいな言うことがあるんですよ。普通って何？普通に朝起きて、おはようございますと、お疲れ様でした、ありがとうございます、ごめんなさいが言える人になればいいよ。ありがとうを言える、ごめんなさいも言える、ちっちゃい言えるって、その日本語が喋れるみたいな話してんちゃうね。違う、聞け、朝起きられへんやろ。でそれに対してごめんなさいも言われへん、当たり前かのように起こしてもらってる。ごめんなさい。じゃあ言葉だけじゃないね、態度で示せっていう話やね。わかるやろ。でも逆に朝起きてそれ挨拶しただけで結婚していいよって言えるんですよ。私本当好きですよね。マジでこいつ。普通ありますだって。違う。朝起きて挨拶するだけで。じゃあ俺はせえへんっていう前提で喋ってるやん。あなたがそれができるわけないと思ってるからそういうこと言ってんの。できるんやって、やってみろって。YouTube の相方としても俺は考えるとこあるわ、そんなの。毎日しんどいもん。すぐ目減らを起こすし、落ち着いて物事対処できへん。そんなやつと結婚なんかしてもどうやんねん。今の時点でもめちゃくちゃ大変やのに、俺。何も楽しいことあれへんやろうが、こうやって毎日大変で、動画にしてるから成り立ってるようなものを、こんなの動画にしてなかったら、頭おかしいやつを二人でずっとおらなあかんことあるやろ。何がええねん、それの。これも全部演出ですから。全部演出です。で、この子はこう結婚するとかせえへんとかって言ってんのも演出です。こうやって、わーって言ったら面白いだろうなと思って言ってるだけですからね。まあ、言い方は今悪かったですけど、まあでも、半分本心みたいなもんですよ、でもね。結婚なんかしたくないです、私は。あなたが嫌とかじゃないんですよ。まあ、あなたは嫌はあります、もちろん。ごめんなさい。間違えました。でも、聞け。それに対して、相づちを打つね。でも、私が、もう整形したいって言ったら、せんでいいみたいな。俺は今のお前の顔が好きやって言ってくるんですよ。私は好きですよね。違う。もうそれはあまりにもあなたが整形するって言うから。鼻を整形したいって言ったら、今の鼻が好きやから整形せんといて。違う。あのね、整形っていうのはもう一種の病気みたいなもんなんですよ。本当に。依存症みたいな話でね。整形ってまあ、一箇所ぐらいやったらいいんですよ。目がとかね。やったら目1個したで、じゃあ次話した、次じゃあここがってどんどん気になってくるわけですよ。それは美への向上心が高いという。あ、違います。美への向上心が高いんやったら筋トレしたり食生活を整えたりっていうところの最初の順番をそこを飛ばして整形に行くっていうのはおかしいやん。整形に行く、おかしいから。そんな整形に行けない。でも大丈夫、許してくれるらしいですから、ね。まあでもその肌治療みたいなのはいいと思いますよ。単純にね、それは別にしたらいいと思います。鼻を高くしたい、これツンとしたい。じゃあ十分やって、マジで。でいらんって横から見た時はめっちゃ低いんですよ。いやだから大丈夫やって、いらんって。縦で見たら必要ないねん。じゃあ俺な、必要やったらやれっていう。あなたのそのまぶたのその整形に関しては万々歳、よかったなと思う。よくやったって思う。よくやった。俺別にいいの、整形否定派じゃないから。ただ今で十分にもかかわらずそれ以上っていう風に整形してはいけない。それは向上心ではない。他の努力を怠って整形に脂肪吸引や言うてたらあかん。ってなわけでね、お子さん、私の顔も好きやし、結婚も挨拶と早起きすればしてくれるっていうことなんで、皆さんもうちょっと待っててください。どんな脳みそしてんの。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。何の動画やってんこれな。私結婚するってなったら28とか9とかがいいんで、まだやめてほしいかもしれない。じゃあ会話成り立ってないけど大丈夫？プロポーズがまだしてほしい。聞いてる？ずっと一方通行やで。